ちらは日本維新の会おとっちゃんしゅおとっちゃんしゅでございます。ああ、ですです、おはようございます、おはようございます。 JR 高田馬場駅前、東京メトロ高田馬場駅前をご通行中の皆様、おはようございます。私は日本維新の会から衆議院選挙に立候補いたしました、音喜多駿、参議院議員の職を先ほど辞めまして、この東京一区新宿区千代田区から立候補いたしました、音喜多駿本人でございます。いよいよ皆様、今日から12日間の衆議院解散総選挙がスタートいたしました。古い政治を打ち破る将来世代への徹底投資で新しい時代の政治を作っていく、どうかそのために高田馬場の皆さん、有権者の皆さんのそのお力を、私たち日本維新の会と音喜多駿へと賜りますようお願いを申し上げます。今回の選挙戦、もちろん一大争点となるのは政治と金の問題、自民党の裏金問題です。裏金作りは許せない、脱税まがいの行為は許せない、そういった地域の多くの怒りの声を私音喜多駿も伺ってまいりました。あれだけの裏金問題を起こしても自民党は全く反省をしていません。その温床となった、お金の原資となった企業団体献金は受け取り続ける、領収書のいらないお金、政策活動費はこれからも使い続ける、この選挙でも使うかもしれない、そんなことを石破茂総理は言っている。こんな裏金問題に反省のない自民党にこれ以上政治を任すということはできない。ぜひ私たち日本維新の会、政治と金の問題を反省したいです。領収書がいらないお金は政治の世界から根絶をして、より開かれたクリーンな新しい政治を作っていく、その役割を私たち日本維新の会と、ここ東京一区では私音喜多駿に担わせていただきたいんです。そしてもう一つ、もちろん政治と金の問題、これも許せません。でもそれと同じか、それ以上に私が許せないと思っている、最も危機感を持って皆さんに今回の選挙戦訴えていきたい、共に考えていただきたいのは世代間の不公平、これを許してきた先送り政治です。現役世代の皆様を苦しめてきた先送りの古い政治、これを私音喜多駿は、日本維新の会は今回何としても打破させていただきたいんです。大変残念ながら今の日本社会は若いというだけで不利な世の中になっています。現役世代の皆さんにありとあらゆる負担や不公平が網の目のように張り巡らされて、負担が押し付けられる、そういう仕組みに今の日本社会はなってしまっています。この世代間の不公平を打破して、現役世代の徹底投資、社会保険料の負担を引き下げて、教育の無償化、子育て支援の無償化を実現し、経済的支援を充実させて、手取りを増やす、給料を増やす、現役世代の徹底投資をぜひ私たち日本維新の会に、私音喜多駿に実現をさせていただきたいんです。ただあらかじめ申し上げます、これは決して高齢者の皆様を敵に回したいとか、世代間の対立を煽っているわけではありません。若い世代に投資をすること、子どもたちに徹底投資をすることは必ず高齢者の皆様にも返ってきます。高齢者の皆様にもプラスになります。だからどうか皆さん、今の世代間に不公平な不合理な社会、ありがとうございます、音喜多駿本人です、先送り政治、これを変えていくために、現役世代の皆さんはどうか私音喜多駿と一緒に立ち上がってください、力を貸してください。そして高齢者の世代の皆さんはどうか私たちを応援してください、ありがとうございます、音喜多です。私は日本維新の会衆議院候補の音喜多駿本人でございます。今の日本社会は若いというだけで不利な社会になっています。今多くの若い方々、会社に通勤する現役世代の方、あるいは学生さん、たくさんこの高田馬場にはいらっしゃいますが、よかったらもう一度給料明細を書いてみて、よく見た
いくらなんでも社会保険料が高すぎませんか。高すぎる社会保険料、一方的に押し付けられる医療費、明らかに世代間に不公平な年金制度、年々上がり続ける子どもの教育費の負担、こうしたありとあらゆる不合理な負担が今働く現役社員の皆様には重く重くのしかかっています。こんな不合理な不公平な社会でどうやって私たち現役世代が、若者たちが未来に希望を描けというんでしょうか。子どもたちをたくさん産み育って、その子どもたちにバトンを渡したい、そう思える社会に今日本はなっているでしょうか。この古い先送り政治を私は今回何としても変えていきたい。どうか皆さん、私音喜多駿、ここ新宿から衆議院に立候補した音喜多駿に、そして日本維新の会に皆さんの力を貸していただきたいです。この黒い現役世代の皆さんがありがとうございます。不合理な仕組み、誰が一体作ってきてしまったのかといえば、これがまさに古い自民党の政治なんですよ。石破茂内閣総理大臣になってもそれは残念ながら全く変わらない。皆さんから集めた税金、あるいは押し付けた高い社会保険料を一部の地方や業界団体、そしてその必要がない一部の裕福な高齢者にまでばらまいてしまった。そのばらまきの財源は増税と、そして何よりこの増税で一番損をしているのは東京に住む皆さんです。東京都で働く現役社員の皆さん、東京都の税金が高いからと狙い撃ちされて、他の地域よりももっと多く税金を召し上げられて、そして現役世代の皆さんに高い社会保険料を押し付けて、政府は財源を確保してきた、それをばらまいてきた。もちろん地方のことも、とても大事です。業界団体もいろんな貢献を社会にしてくださっています。高齢者の皆様も本当に困っている人は年齢に関わらずしっかりと救っていかなければいけない。でも若い現役世代の皆さんから、東京で働く皆様方から財源を巻き上げて、それをばらまいて、本当に地方は豊かになりましたか。業界団体は発展して経済成長はしたんですか。高齢者の方々は老後に不安を覚えない、そんな社会になりましたか。全くなってないじゃないですか。ありがとうございます。今の古い政治、若い世代に負担を押し付けて問題解決を先送りする増税ばらまき政治ははっきり言って間違っていたんです。私たち政治家はこの過ちを認めて、そして次の世代の新しい政治家がこの間違った古い仕組み、不合理な仕組みを変えていかなければいけない、その責任を次の世代の将来世代の私たち政治家が担っているんです。ただ残念ながら私一人の力ではこれを変えることはできません。だからどうか皆さんの力を貸してください。現役世代の皆さん、私音喜多駿と一緒に古い政治を打ち破るために力を貸していただきたいんです。そして高齢者の人生の先輩方も、私たち現役世代の力を、若い力の若い世代の力を信じてどうか応援をしていただきたいんです。今日から衆議院解散総選挙がスタートいたしました。私音喜多駿、音喜多駿も参議院議員の職を辞めまして、本日先ほど衆議院選挙、この東京1区新宿区千代田区から立候補させていただいています。私音喜多駿も1983年生まれの41歳です。子供は3人、3歳、7歳、16歳、3人の子供を育てています。私音喜多駿を含む1980年代の就職氷河期といわれる世代の人間たち、物心ついた頃から経済成長というものを知らずに生きてまいりました。ありがとうございます。音喜多駿本人です。ありがとうございます。頑張れよ。ありがとうございます。音喜多駿です。私音喜多駿、1983年生まれ、就職氷河期世代を含む私たちのこの現役世代、物心ついた時から経済成長は起こらない、給料は変わらない、少子高齢化だから仕方ないよね、だから成熟社会を目指そうと、物がなくても豊かな社会、そんなビジレークでいつの間にか我慢をすること、身の丈を知ること、それが骨の髄まで身についてしまっているのが私たち1980年代あるいはそれ以降現役世代の私たちです。でも皆さん、やっぱりおかしいじゃないですか。私たち現役世代、若い世代が本当はもっともっと成長したいんです。
若い人はお腹いっぱい食べたいし、子供たちにはもっといいものを与えてあげたい。今日よりも明日が良くなる、そんなことを映画の中のセリフではなくて、親の世代の思い出話ではなくて、本当にこの目で見てみたい。自分たちの力で今日よりも明日が良くなる、成長する社会を作りたい。そう現役社員の皆さんは心の底では思っているはずなんです。だからこそ今、現役社員を苦しめる不合理な仕組みを全て壊していく。古い政治を打破して、現役社員の皆さんに一方的に負担が押し付けられる、この古い社会は、古い政治はもうおしまいにしましょう。私たち日本維新の会、私音喜多駿、音喜多駿はそのために今回の選挙戦、選挙に不利なことは100も承知、将来世代の徹底投資、現役世代の徹底投資、これを最重要公約の一つとして掲げさせていただきました。これまでの選挙戦では、選挙で多く行くのは高齢者、人数が多いのは高齢者、だから選挙の時は高齢者向きの政策を訴えて、選挙が終わったらばらまきをやっておけばいい、それがある種のセオリーになっていました。でもそんなことを繰り返して、この日本は何にも変わってこなかった。経済成長は起こらず、若者に元気はなくなり、結果として高齢者の皆さんも不安を抱える社会が出来上がってしまった。だからこそ今、この古い仕組みを、古い政治を打破して、現役世代を元気にする、将来世代の徹底投資を行わなければならないんです。これは決して世代間の対立を煽ろうとか、高齢者の皆様、人生の先輩方を敵に回したいわけではありません。若い世代が不公平な世の中、現役世代が不利な社会は、できるだけで必ず高齢者の皆様も不幸になります。若者から活力を奪い取れば、子供の数が減っていって社会全体に元気がなくなる。高齢者の皆様の暮らし、福祉、地域社会の経済、これを支える担い手が社会からいなくなって、高齢者の皆さんも困ってしまうんです。でもまずは現役世代の徹底投資、若い世代を元気にすれば、その活力で数が増えた若者たち、子供たちで高齢者の皆様をしっかりとお支えする好循環の社会、これは必ず作ることができるんです。だからどうか皆さん、現役世代の皆さん、将来世代の徹底投資です。今の若い世代の皆さんに負担が押し付けられる古い政治、古い仕組み、これはもうおしまいにしていきましょう。上がり続ける社会保険料、高すぎる社会保険料、一方的に押し付けられる医療費の負担、明らかに世代間に不公平な年金制度、年々上昇を続ける子どもたちの学費、教育費、こういう若い世代に不公平が押し付けられる古い仕組み、不合理な仕組みを打破して、将来世代への徹底投資です。社会保険料の負担も大きく下げて、教育の無償化、そして子育ての無償化で経済的な負担も減らしていって、手取りを増やす、若い世代を元気にする、そして元気になった若い世代が高齢者の方々を支えていく、新しい好循環社会を必ずこの東京から作り上げてまいります。どうか現役世代の皆さん、私音喜多駿と一緒に立ち上がってください。一緒に戦ってください。そして高齢者の方々、人生の先輩方も、その私たち若い世代を、現役世代の挑戦をぜひ応援していただきたいんです。27日が投開票のこの衆議院解散総選挙、明日から期日前投票も始まります。ぜひ投票所に足を運んでいただいて、1枚目の投票用紙、新宿区千代田区の小選挙区は私音喜多駿、41歳3児の父音喜多駿と、2枚目の投票用紙、ありがとうございます。比例代表は日本維新の会、どうもご注目ありがとうございます。音喜多です、本人です。ありがとうございます。暑いですね、ご協力お願いください。今日から暑い暑い選挙戦、これから12日間の選挙戦始まります。ぜひ皆さん、2枚目の投票用紙にも維新と書いて、私たちの挑戦、古い政治を打ち破る、将来世代への徹底投資で新しい政治を作っていく、この日本維新の会の挑戦、後押しをしていただければ大変幸いでございます。今日はこの後まもなく10時30分頃より、馬場伸幸、日本維新の会の代表のバスの中からもご注目ありがとうございます。日本維新の会代表の馬場伸幸がこの場所にやってまいりまして、皆様方に今回の衆議院選挙の第一声、
日本維新の会としての政策のお訴え、最初の政策のお訴えをこの高田の馬場駅、高田の馬場駅前で行わせていただきます。古い政治、これを本当に打ち破らなければいけません。あの裏金政治でも通底したまさにしがらみ政治がこの国には残っています。なぜ今ルール申し上げてきたような若い現役世代の皆さんが、働く現役世代の将来世代の皆さんが損をする仕組みがこの世の中に出来上がってしまったのか、それはまさに政治と金の問題にも直結するこの国の古いしがらみ政治です。昭和の時代から金権政治が全く変わらない。自民党をはじめとする古い政治家たちは選挙のたびに企業団体、業界団体から多額の政治献金を受け取ってきました。あるいは大量のパーティー券を買ってもらってました。たくさんお金を業界団体からもらう。そして自民党の古い政治家たちはそのお金を使って選挙を戦う、選挙を勝ち抜く、選挙が終わった後はお金をくれた業界団体への恩返しです。皆様から集めた税金を、働く現役世代の皆さんから集めたその貴重な財源を、補助金、助成金、あるいは公共事業、形を変えて一部の人のためにばらまいてしまう、こういう古い利権誘導型の政治をずっとこの国はやってきたんです。その慣れの果てが今回の裏金問題、こんな大金もらえるんだったら少しぐらいごまかしてもいいだろう。政治家の金銭感覚、倫理観が崩壊をして80名以上の自民党の議員たちが裏金作りに手を染める、そんな事態を招いてしまう。そして本来予算が使われる、お金が使われるべき子どもたち、若い現役世代は後回して、若い現役世代の皆さん、将来世代の皆さんが苦しむ、お給料が上がらない、そんなしがらみ社会この国はなってしまったんです。これを私たち日本維新の会、私音喜多駿はぜひ今回の衆議院解散総選挙で打ち破りたい、変えさせていただきたいと思っています。ただね、この自民党政治のやり方、業界団体からお金もらって、そして財源をばらまいていく、このやり方も一部は有効に機能していた時代もあったんです。それはまさに昭和の時代、もう40年50年前です。昭和の時代であれば何らかの組織に所属をしている方、労働組合、町内会、自治会、PTA、あるいは婦人会、こういう何らかの組織に所属をしている方というのは大体 90% ぐらい、9割ぐらいの方が組織に所属をしていたんです。だから皆さんから集めた税金を補助金、助成金、公共事業で団体に分配をしていれば、何らかの形でその恩恵が9割ぐらいの方には行き渡った、そういう時代も確かにこの国にはあったんです。ところが今時代は大きく変わりました。令和のこの時代、何らかの組織に所属をしている方というのはもう 50%、 半分ぐらいしかいないんです。皆さん町内会入ってますか？労働組合入ってますか？現役世代の皆さん入ってないという方多いんじゃないですか？こういう社会ではどれだけ団体相手に補助金や助成金、あるいは公共事業をばらまいても、残念ながら皆さんに恩恵は行き渡りません。社会の構造は大きく変わっているのに、しかし政治だけは変わることができなかった。相も変わらず業界団体からお金をもらってもう届かないばらまきを続けているこの 50% の人、何の組織にも所属をしない、しがらみがない普通の人たちのために政治政策をやる政党、政治家がこれまでなかったんです。 50% の人を含む子どもたち、孫たち、全ての人を含むみんなのための政治をする政党、政治家がこれまで日本にはなかったんです。だから私たち日本維新の会が生まれたんです。私たち日本維新の会は支持母体を持ちません。企業団体から献金も受け取りません。ありがとうございます。音喜多駿です。頑張ります。ありがとうございます。私音喜多駿も政治家になって11年間企業団体、あるいは既得権組織からお金を1円たりとも受け取ることなく、この政治活動をこれまで継続をしてまいりました。だからこそ私たちはしがらみがない立場から全ての人のための政治をすることができる。まずは現役世代の徹底投資、社会保険料の負担軽減、教育の無償化、子育ての無償化で経済的支援をして手取りをしっかりと増やしていく、お給料をしっかり上げて若い世代を元気にする、そういうしがらみがない将来世代の徹底投資、新しい政治ができるのが私たち日本の未来です。
私は日本維新の会政務調査会長、そして衆議院選挙に立候補いたしました音喜多駿本人でございます。どうか私たちしがらみを持たない日本維新の会、今回は皆さんの一票を託していただきたい。今日はこの後10時30分、もう間もなく10分少々いたしますと、馬場伸幸、日本維新の会代表の馬場伸幸がこの高田の馬場にやってまいりまして、皆さんに日本維新の会としての第一声政策の本題を待っていただきます。私は衆議院候補の音喜多駿です。そして今回の政治と金の問題の大前提、自民党がやらかした政治と金の問題、これにはしっかりと今回私たちは決着をつけさせていただきたいと思っています。政治と金の問題を巻き起こした自民党、今さまざまな公約集発表されています。石破茂新総理、私もいろいろ期待をしました。自民党の中でも筋が通る反対意見をしっかりと貫いてきた石破茂さんだったら、自民党を、そしてこの国の古い政治を変えてくれるんじゃないか、私を含めて多くの人が期待をしていました。でもそれはもう早速裏切られています。ルールを守る、石破さんも今回の自民党もこの衆議院選挙の公約の中で言っています。ルールを守ると言っているその口から、石破茂総理が自分の言葉を守ってないじゃないですか。裏金問題はどうですか。石破茂総理は総裁選の時に総裁候補の中で最も裏金問題について厳しい姿勢を示した候補の一人でした。裏金議員たちは公認するかどうかわからない、一人一人しっかりと向き合って話を聞くんだ、また野党からの予算審議にも応じて国会論戦もしっかりやるんだ、石破さんは総裁選で繰り返しと述べてきた。これ国民との約束ですよ。それを総理になったとか総裁になったとか、あっという間に手のひらを返して、裏金議員たちはほとんどが公認されました。この東京1区の自民党の議員も裏金作りに手を染めてましたけど、やはり公認をされました。そして国会の審議に応じると言ったのに、最速の日程で解散をして予算委員会の審議応じることはありませんでした。完全な裏金脱税隠し解散、そう指摘をせざるを得ない状況、自らの言葉を翻して作っているこの石破茂総理、自民党に果たして今の古い政治を打破することが本当にできるんですか。自分一人の言葉すら守れない、自分たちが作ったルールすら守ることができない自民党の政治では、残念ながらこの国が大きく変わることはありません。だからこそ今回私たち日本維新の会、私音喜多駿、この東京新宿区千代田区からは私音喜多駿が立候補させていただきます。ぜひね、今回力を貸していただき、信号があります、お気をつけください。音喜多駿本人でございます。今日から衆議院の解散総選挙始まりました。暑いですね、お気をつけください。私ももうこの車上で汗だくになっておりますけれど、27日が投開票、この衆議院選挙、政治と金の問題の完全解決、そして現役世代の徹底投資、社会保障制度の改革、社会保険料を引き下げて子どもたちへ徹底投資を行っていく新しい政治を、ぜひとも私たち日本維新の会にやらせていただきたいんです。そしてあれだけの裏金問題を起こしておいて自民党がなお反省していない、その大きな証拠が2つあります。1つ目は政策活動費、領収書がいらないお金ですよ。原資はね、これお金に色がついてませんから、皆さんからの税金かもしれない。政党助成金が何十億円と入っている政党が領収書がいらない形でお金を使い続けようとしています。これ政策活動費と言います。石破茂内閣総理大臣は今回の選挙でもこの領収書がいらないお金を使うと国会の場で宣言をしているんです。合法的な裏金ですよ。あれだけの裏金問題を起こしておいて政策活動費という領収書がいらないお金を、ありがとうございます、音喜多駿です、頑張ります。領収書がいらないお金をまだね使い続けようとしている、これが本当に透明な政治、開かれた政治をやろうとする政治家政党の態度ですか。私はこれは本当におかしいと思います。ありがとうございます、お子様連れのね、お母様もありがとうございます、音喜多駿本人でございます。そしてもう一つは文書通信交通滞在費、月100万円もらえる我々国会議員の議員特権、領収書がいらないお金、これもね
いまだに自民党の議員たちは領収書公開に拒んでるじゃないですか。私たち日本維新の会と前の国会でお約束をしました。領収書がいらないお金はもうなくしていこうと。この月100万円の我々国会議員のお小遣い、文書通信交通滞在費、領収書公開をしましょうよ。約束をしたにもかかわらず、結局からは自民党をはじめとする多くの古い議員たちは、政治改革を行うことよりも、政治への信頼を、国民からの信頼を取り戻すよりも、自分たちの身分や待遇が大事なんです。月100万円のお小遣い、領収書もいらず、非課税でもらえるこの議員特権の月100万円、これを手放すことができなくて、いまだにそれすら変えようとしない、あれだけの裏金問題を起こした自民党の政治家たちの反省は一体どこに行ったんですか。裏金議員たちも多くが自民党の公認候補として出ている。自民党の皆さん、有権者の皆さん、舐めてる。こういう舐めた態度を取っている政治家たち、果たして本当に今のまま政治を任せていいのか。私たちは良くないと思う。この古い政治、ぜひ私たちの力で打破をさせてください。古い政治を打ち破り、将来世代の徹底投資で新しい政治を作っていく。ぜひ日本維新の会、音喜多駿、ここ東京1区新宿から立候補させていただいた音喜多駿、音喜多駿にぜひ皆さんのお力を貸してください。もうまもなくいたしますと、馬場伸幸、日本維新の会代表の馬場伸幸がこの場所やってまいりまして、皆さんに第一声、日本維新の会として最初の政策のお訴えをさせていただきます。今の政治と金の問題、これももちろん最重要です。私は許せません。これはね、ぜひ打破させていただく。でももう一個、ぜひ皆さん、今回私、音喜多駿が旗頭として戦うのは、将来世代への徹底投資です。日本への、日本におけるこの現役世代が苦しむ世代間の不公平を打破して、若い世代の皆さん、高田の馬場にいる多くいる現役世代の皆さん、活力を取り戻して、社会保険料を大きく引き下げて、教育の無償化、子育ての無償化を実現をして、若い世代に徹底投資を行う。元気になった若い世代が高齢者の皆様、人生の先輩方を支えていく新しい好循環社会を私たちの力でぜひ作りたいと思っています。若い現役世代の皆さん、ぜひ私を音喜多駿を日本維新の会に力を貸してください。高齢者の方々、人生の先輩方も若い私たちを信じてどうか応援をしていただきたいんです。27日が投開票、ぜひとも日本維新の会、音喜多駿1枚目の投票用紙、小選挙区千代田区新宿区は音喜多駿、音喜多駿と2枚目の投票用紙、比例代表は日本維新の会とお書きください。それでは駆けつけていただきました日本維新の会総務会長、柳瀬博文にマイクを渡します。ご清聴誠にありがとうございました。